会社員から独立された時にもちろん最初はお仕事がね変化だったんですけれども、まあそうやって例えば表現する場がなくなったりとか、今まあ例えばね、もちろんいろんなアーティストの方コロナで表現する場がなくなったりとかっていうのがあると思うんですけど、まあそういうふうなことが起こったりしたら、八代さんはどういうご自身が反応されると思いますか？実際問題、ちょっとコロナの時期になって結構広告業界大打撃受けてまして、やっぱ全体的に仕事がガクンと減ったんですよね。で、僕もご多分に漏れず、5月は特に暇で。ああ、そうなんですか。で、ちょっと暇すぎて、まず動画編集とか YouTube を始めてみたっていうのと、まあ、その中でプログレスに入ったっていうのもありますね。ああ、そうなんですか。なんか暇だったので、なんか欲しいなっていうのがあって、なんかきっかけになればいいなと思って入らせていただいたっていうのは正直ありました。なるほどね。どんなお気持ちでしたか、その暇な時と、暇な時といいますか、ちょっと落ち込んだ時。ああ、1年目の暇な時を思い出して。いや、本当仕事がないとね、孤独になるんですよね、人間って。なんか世の中に求められてないのかなっていうような気分になってくるんでね。そこはやっぱ、1年目も辛かったですし、5月も結構気分的には結構食らってましたね。なるほど。じゃあ3月4月はその まだ前のものが続いてたような感じだったんですか？そうですね、3月4月に動いたプロジェクトも中止になったり休止になったりとかで、5月は本当に散々でしたよ。本当にでもなんかだんだんこう影響が見えて5月でドーンっていう感じだったんです。そうですね、はい。そうですね、じゃあまた新たにでもないですけど、そのまた再開したりとか、新しいものがこれから始まるっていう感じですね。ただ悪いことばかりじゃなくて、ずっと動画をやりたい気持ちあったんですけど、面倒くさくて先延ばしにしてたんですよ。はい。ただそれをやっぱやり出すきっかけにはなったので、なんかちょっとこの騒動で一個進化はできたかなっていうのは、少し思ったりをしてますね。はい、なるほどなるほど。なんか自己紹介でも動画をねやりっていう。あ、そうですね、あれも自己紹介動画撮るのなんて初めてだったんで、いい経験でした。本当にかなり、すごい素敵な自己紹介。そうです、動画についてのなんていうか、そのやりたいと思われた理由というか、そういうものをお聞かせいただければ。はい。もともと仲間がいまして、ずっとイベントとかのオーガナイズしてるチームが今でも仲良くやってるので、その仲間たちとなんかまた次のこと挑戦したいなと思ってたので、それでなんか動画を始めましたね。なるほど。このプログレスにね、オンラインサロンにその5月お時間ができて入ろうと思われて、プログレスを選ばれたきっかけというのは何か理由はあるんでしょうか？いろいろオンラインサロン自体にもともと興味があって、なのでそのコミュニティってものにはものすごく興味があったので、っていう中で、まあ、いろんな、まあ、西野さんのサロンだとか、ホリエモンサロンだとかあるとは思うんですけど、ちょっといろいろ覗いてみた結果、一番肌が合いそうだなと思ったのがプログレスだったっていう感じですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ですね。はい。で、あと、まあ、今、ご自身の中で、いろんなことをされている中で、グラフィックデザインの、まあ、八代さんの生活の中で、まあ、占める位置といいますか、グラフィックデザインのお仕事なり、その活動というものが八代さんにとってどういうものかというのをちょっとお伺いして。もう結構16年ぐらいやってるので、もう呼吸と一緒みたいな感じっていう感じですね。もう息をするようにグラフィックデザインをやってるっていう感じですね。もう、なるほど、そうですね。まあ、さっきその表現伝達、まあ、ある意味一つの言語として何かを伝えるということをされているようなんですけども、ここなんかもう自分の中から普通にデザインをしているというよりは自然に出てくるその作業といいますか、そのツールとしてお使いになっているものなんでしょうか？そうですね、ただやっぱりお仕事、お題が欲しいなっていう感じですね。アーティストの方ってお題も自分で考えてると思うんですよ。なんですけど、まあ、特にこうクライアントがいてデザイナーやる場合っていうのは、いつも常に宿題を待ってるみたいな、そういう感じです。その宿題100点でやるぞっていう感覚に近いのかもしれないですね。逆に今八代さんが表現したいというお題はあるんでしょうか、ご自身の中で。ああ、なるほど。たまにラップとかいまだに作ったりしたりとか、あ、は
したりとかしてるので、そういう時はやっぱり自分でテーマ設定も決めて、これに対してラップを書くぞみたいな感じでやるので、そういう時はやっぱりアーティストとしてやってるっていう、まあそんな大層なものではないんですけど。いえいえ、はい。感じですね。うん、あとやっぱり自分のイベントとかを作るときっていうのは、そのイベントのコンセプトからデザインまで、やっぱり自分の発想と自分のアイデアと自分の生き様をかけてやるので、そういうときはやっぱり、アーティストの要素が強くなるんじゃないかなっていう気がします。ですね、であのちょっと勝手な意見なんですけど、いろいろやはりこう文字が出てくると、この間の文字の形によってその印象がだいぶ変わるっていうあのことも動画でありましたけれども、はいはい、うん、あのこうたまに何て言うんでしょう、その文字自体がこう主導権を握ってしまうというか、そこの場を決定してしまうようなこともあると思うんですけども、何か、文字のああいうふうな、あのただ単にこう何て言うんでしょう、あのフォントだけではないものを作られるときに、あの気をつけてらっしゃることといいますか、そこで考えられていることってありますか？まあそうですね、フォントとか文字選びっていうのも、その広告だったり印刷物を作るときの表現の一つにしか過ぎないので、そうですね、フォント選びとか写真表現含めて、僕は一番分かりやすくて一番相手に伝わるっていうところを一番意識しているので、その中でフォント選びっていうのが一つの、テーマとしてあるだけなので、まあ総合的に一番何が正解なのかっていうのを常に考えてます。あ、なるほど、分かりました、ありがとうございます。なんかそこでこうご自身 の, あのこう出てくるものをこうある意味ちょっとフラットにしながら最適なものを探していくっていうのは、なかなか、あの素人目に考えると大変な作業じゃないかなと思うんですけど、なのであんまりそのデザインの仕事をしているときは自分のエゴっていうのはあまり出さないようにしているっていう方ですね。なので、だからアーティストとはちょっと逆の思考性なのかもしれないっていう気がします。そうですね、そういうことをされてると、別にストレス、まあ、ストレスっていうか何て言うんでしょうね、何かこうふつふつとしたものはないわけですかね、ご自身。なのであまりにも僕の、テイストと離れすぎてる時とかはちょっとストレス感じる時とかはありますけど、なので一番いいのは僕の作ってるものを見てもらった上で、あの仕事を投げてもらってっていうのが一番ありがたいですね。僕結構引き出しが多いタイプのデザイナーだと思うんですけど、なので結構じゃあ幅レンジは広いんですけど、はい、まあそれでもちょっとこれはちょっと僕向きじゃないなって思う仕事もやっぱ中にはあるので、そういう時はちょっと他の人選した方が良かったんじゃないかなって言って別になる時はありますっていう感じです。あるそうですね、ある程度じゃあヤシオさんのテイストが好きだっていうことでくださると、っていうのの枠の中で振っていただければ、その中で頑張りたいなっていうのありますね。なるほど、今そうやってこう、ね、レンジが広いっていうことがあったんですけれども、八代さんご自身があのグラフィックデザイナーとしてご自身で好きな部分っていうのは他にありますでしょうか？やっぱり、まあ、先ほども言いましたけど、僕はポップポップで分かりやすいっていうところで、柔らかいっておっしゃってましたもんね。そうですね、ポップで柔らかいっていうのが多分一番僕は得意なのかなっていう気がします。なるほど、なるほど。で、あの先ほどね、ご自身のエゴは抑えてあの仕事を、ね、されているということはありましたけれども、ただその中でこうご自身のエゴを感じるときとか、あと自分がエゴイストっていうのも変ですけれども、そういったものが抑えられないようなときっていうのはありますか？仕事においてはあんまりエゴは出さないようにしてるんですけど、それ以外だと結構エゴイストかもしれないですね。あ、そうなんですか。どういったところが、どうなんでしょう。なんかやりたくないことはやりたくないとかっていうのはありますね。だから仕事もそうですね、だからやりたくないことはやってないので、あの依頼してくれた方がいて、それに全力で答えるのは別にすごく好きなことなので、それ自体は本当に全然嫌でもなんでもない。ただやりたくないことはやりたくないって思ってるんで、それ見てはエゴイストかもしれないですね。はい。はい、で、あの、おっしゃれる範囲でいいんですけど、やりたくないって思うようないくつかポイントはあるんでしょうか？こういう時はやりたくないな。自分の信念に反するみたいなことですよね。例えば、
例えばですけど、僕は原発が嫌だなと思ってるのに、原発推進をするようなことのポスター作るとか言ったら、金積まれても嫌だなとか思ったりするっていう、大げさに言うとそういうことですね。なるほど、なるほど。わかりました。そうですね。だからなんか、この商品はすごくいいからって言ったから、それを伝えるっていう仕事はもちろんしてるんですけど、それが本当に良くないものかもしれないなって言ったらやりたくないとか、そういう信念はありますっていうことですね。やってるものですね、デザイン云々ではない。はい。そうですね、わかりました。これはまだちょっと質問があるので、またお時間があったら、ぜひ2回目も。ああ、ぜひぜひ、また声かけてください。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。失礼します。